ほら、右足からいきましょう。ももの筋肉しっかり使って、さあ、強く。
しましょう。指先と指先で合わせながら遠くへ伸びて背骨がその指の先までつながって伸びているよ。
ます。一呼吸楽に呼吸をしてからゆっくりと体を起こしていきましょう。はい、おはよう。骨盤をまっすぐにして膝を外に開き、背骨を高く引き上げてお腹を少し引っ込めます。膝の上に手の甲を広げ、まぶたを閉じましょう。鼻から息を吸って吐いて、肋骨を緩めますように息を吸って肋骨を広げ、そしてまぶたを開く、吐きながら力を緩めましょう。肩を上げて息を吸って、ラスト全部吐いて終わります。せーの、1たす1は、パパトレ、ここの、マンションに住んでるパパ、そうですね、みんなで朝集まってやるっていうのがすごくいい習慣になると思います。そうですね、はい、これいつから？これはですね、2012年の9月からやってます、うん、9月から、はい。言い出しっぺは誰？言い出しっぺはあの八代先生と、はい、私ともう一人佐藤さんというお父さん、3人ぐらいでやりましょうなんて初めが、はい、初めわかりました、はい。カレー、これお父さんが作ったの？そうなんです。そうそう、全部、全部手作り、うん、あ、そう、立花パパ、立花パパ、すごい、パパトレシェフ、そう、パパトレシェフ、あ、頼りになりそう、本当に作ってないけど、あれオーガニックでございます。きちんと栄養を考えて、うん、オーガニックですやってます。すごいね。ビューティーボディープロジェクトの八代香織と申します。今日はありがとうございます。ありがとうございました。今日はなんかみっちり、はい、軽いトレーニングかと思ったらものすごいハードだね。もうそうなんですよ、ね、普通だったらできないトレーニングなんですけれども、そうですね、本当にアスリート向けのものも入っていて、はい、ただもうみんなで集まってやればなんとかできるっていうことを体で覚えていただいて健康力を高めてもらうということで、ハードなものをあえて持ってきてます。そうですね、はい、だから皆さんがね、苦しみながらも最後までやり遂げていくあの姿がね、最高だね。いや本当に最高ですよ。もう皆さん死んでますけどね、はい、本当にね、毎週こんなコアな、ね、ことをやってるんですけど、はい、元気になってきてるのを多分感じてきていただいていて、ここに集まると面白いことがあるということで皆さん集まってくれてますね、はい、なのでエクササイズが目的の方もいらっしゃるんですけど、はい、その後の交流会だったりとか、朝ごはんをみんなで一緒に食べたりとか、はい、パパさんたちがつながってったりとか、あと女の子友達ができたりとか、一緒に飲みに行ったりとか、なんかいろんなことに発達していくので非常に面白い集まりですね。いいですね、はい。